在ヒューストン中華人民共和国総領事館は、かつてテキサス州ヒューストンモントローズの近く、モントローズ大通り3417番地に本拠地が置かれていた中華人民共和国の総領事館である。アメリカ合衆国南部の8つの州とプエルトリコを管轄していた。1979年に開設された、米国で設立された最初の中国総領事館であった。 最後の総領事は2019年以来この職を務めた際であった。中華人民共和国の建国前、中華民国の領事館がヒューストンにすでにあった。1937年当時、中華民国のヒューストン副領事が総領事の代理を務めていた。現在の中国領事館は関係が正常化した後、米国で最初の中国領事館として1979年に、 設立された。当時、中華人民共和国において、国家元首の職権を行使していた、全国人民代表体会場務委員会委員長の要件営は、ジミー・カーター大統領と中国の国務院員副総理、薄いっぱとの合意により、広州と上海にアメリカの領事館を受け入れることに合意し、中国は、ヒューストンとサンフランシスコに領事館を開設することにした。 ヒューストンの総領事館は1979年11月20日に正式に開設された。2020年7月21日、米国政府はヒューストンの領事館を72時間以内に閉鎖するよう命じた。米国国務省の報道官、モーガン・オルタガスは、米国は私たちの主権と私たちの国民に対する中国の脅迫を容認しないとの声明を発表し、 国務省はアメリカの知的財産とアメリカの個人情報を保護するため中国総領事館の閉鎖を命じたと発表した。閉鎖命令により香港、上海、新鮮の株価指数は下落した。発表から数時間以内に領事館の中庭で樽の中に入っていた文書が焼かれているビデオがヒューストンのローカル系 PRC-TV に映った。地元の警察と消防は 現地時間午後8時に火災の報告を受けた。最初の者が領事館に到着したが立ち入りを拒否された。中国外交部の報道官、王文武氏はアメリカ合衆国に閉鎖を撤回するよう要,要求する声明を発表した。7月24日、中国政府は四川省制度にある財政とアメリカ合衆国総領事館の閉鎖を通告した。 ホワイトハウスはその日の早い時期に中国に報復行為を行わないよう促していた。7月24日の午後、領事館のスタッフが荷物を詰めて期限が切れる前に出発し、国旗と国章は取り除かれた。期限に達すると、米国連邦政府が領事館を接収した。領事館の正面玄関から入ろうとしたが、しかしドアがロックされていることを発見したため、裏口から入り、 連邦政府職員の何人かが建物を新しいロックに交換した。外交保安局はドアを守るために二人の職員を派遣した。五行立ち京博、ゲーアカルレー、宿秋尾久馬さるクもくれそ栄え長春、幸子行順課金、島京高高ば燕平も都市か分立よ市民再意。ありがとうございます。